映らないです。さあ、それではこんな3対1の結果では、大喜利を選ばせてもらって、ということで、じゃあ、皆様、カメラに向かってみましょうか。いきますよ、せーの、ナイスプレー！あっちの方も、あっちの方もナイスプレー！はい、ありがとうございます。山本さん、どうかさん、今日はどうかさん、走って帰るのかな。元気なら走って帰るのかな。さあ、ではここで今回、ゲストの皆さんにもお越しいただきました。本日もお疲れ様でしたけど、また一生懸命、勇気のある方が見せてくれました。そんな、今回のチームから、プレイヤーオブラッシュは、背番号21番、伊藤智選手です。じゃあ、かなりね、厳しい試合、そして最後ね、僕と負けてしまいましたが、体を張って、チームに徹していた、そんな伊藤智選手のプレイヤー、オブラッシュです。今日これはどうも試合がありますせーの、ここは守ります。
ームからサンプラッシングサンタイスで飛び出しております。スラップを始まった中島陽太郎選手、ボールをもらわず周りがしっかり見えているプロ顔負けのプレーです。それではそんな中島選手にせーのナイスプレー。さあゴール前サンプラッシュボールをつなげていきます。青森 FC もここから攻撃に展開していきたい。プレーが難しくなってます。
0対0、
点が重い試合になってますが、この1点を巡って激しい試合が激しい試合が行われています。学校サポーターが大きな声を出している。学校生を手に入れて学校を攻められるか。Okay.